ハルスラム。Are you listening? はい、どうも、横から登場、ハルです。今日紹介するのは、じゃん、ポケモンキッズ XY 登場原始海洋画編です。こっちが普通の海洋画です。比較してみます。原始海洋画と。はい、では、まあ、お楽しみが、撮っときます。じゃあ、これ開けようかな。アメテテです。すごいね、手なんだね。見ると2本。本当は爪になってる。怪獣です。ギルガルドです。これはどんなポケモンですか？これ剣のポケモン。ああ、なるほどね。じゃあ次。チャモ。かわいい。はい、小鳥です。もうそろそろこのジェンガも危なくなってくれました。チーン。ポケモンジェンガ崩れましたね。はい、では開けます。チーン。火炎獅子です。はい、どうも。メラメライオンみたいじゃない？メラメライオンだね。妖怪ウォッチでいうところの。お次。レントラーです。あれ、これひょっとして2匹目です。お父さん持ってるの知らなかった。というか覚えきれるかい？君は全部把握してんだよね。もちろんさ。そっか。けど持ってないポケモンキッズかね、結構あるんですよ。昔の中華みたいな感じないかな。全部新製品ならいいんだけど、昔のが結構入ってんだよね。お父さんわからないんだよ、それが。持ってたやつかな、持ってないやつかなって悩んじゃうんだけど。買っちゃうのね。面倒くさいから買ってきちゃった。あらちっちゃ。バニプッチです。これもバニプッチ実は持ってるんですけど、まあウィンクしてるんで。可愛いよね。うん、ウィンクしてるのは初めてです。じゃあ次いきます。一番雑魚なドラゴンポケモン、ヌメラです。これは何系なの？ドラゴン。ドラゴンなの？これで一番弱いの。なんか催眠系っぽいじゃん、色が。まあ確かに催眠術とか使いそう。エスパー系かも。なるほど。顔はガンダムに出てくるハロみたいだけどね。なんかすげえ、でも体調悪そう。いつもレッドネットしてる。王次郎に似てるね、キュー太郎の。ああ、王ちゃん。王ちゃんね、王ちゃんに似てるね。あ、次行くか。よいしょ、ドス。敵史上最長。今まで僕が集めてきた中で一番大きいポケモンキッズ。でかいねこれね。メガバンギラス。メガバンギラス。なんと今日パータンチャンネルさんがパータンテレビに改名してました。なんでやねん。では開けます。メガジュカインです。これも大きいね。大きい。バンギラスには及びませんが大きいです。これかっこいいじゃん。なんかかっこいいよね。これはクオリティが高いです。なんかこのポケモン目が怖いんですけど。目がだけに、はい、開けます。しけたあれ、これ横に結構大きいんじゃない。ダイゴが使うメガメタグロス。これもメガですね。メガです。迫力あるねこれね。4本の上ですから腕っぷしでは負けねえぜ。はい、開けます。メガラグラージです。なんか今回メガが多いね。そう、迫力あるね。筋肉ボッコボコですわ。さあ、いよいよ最後になりました。わかりますね。原始海洋画、輝く青い皮膚はサファイアのような質感、原始海洋画。開けます。多分僕の推測だと次のシリーズはメガレックザ編です。横にでけー原始海洋。羽が広いね。はい、かっこいい。これ、これが普通の海洋が。こっちが普通のですね。色も変わりますね。ほんとだ、なんか洗練された感じになったね。まあ古代の力から生まれた原始海洋がと、そのままいた海洋がですからね。なるほど、かっこいいじゃんこっちの方が。
まあですね、そのデフォルメがキラッとなっちゃった。普通の海王が可愛い、ちょっと可愛い感じだけど、原子はなんかちょっとかっこいいぞ。はい、というわけで今日はポケモンキッズ XY 登場原子海王画編を紹介しました。テロン、バイバイ、パーン。